武器屋からね、P2 腕がついてきたんですけど、P2 腕なんてなんぼあってもいいですからね。はい、どうもこんにちは、八重津さんでございます。学校のボランティアにね、休みの日強制参加させられて、登校ペースが遅くなりました。本当、俺これに必要だったのかなっていう内容のボランティアで、何をやっても誰も得しないボランティアってあるよね。だいたいそんな感じでした。はい、今回紹介するプラモデルはこちら、アリスギアアイギスメガミルアイス一条彩香でございます。正直ね、この箱絵ね、コラボ商品の中で一番好き。かわいい。まあそんな感じで箱をちらっと紹介していきます。はい、これが横面ですね。かわいい。はい、こちらがね、横面ですね。結構エフェクトパーツとかね、パーツ類が多い感じです。そしてこちら塗装していない状態なんですけど、こんなテカってないです。随分ね、メタリックな感じなんだけど、こんなにはテカってないですからね。本体はもうちょっと落ち着いた色をしています。こっちも横面ですね。表情パーツが3種類、そしてデカールとホイールシールがついてきます。そしてこちらが説明書でございます。中を開けると写真がこのようにあって、まあ一目でツンデレって分かりそうなね、デザインがいいですよね。この子中学3年生なんやな。中はこんな感じで、まあランナーはね、そこそこ少なくもなく多くもなくって感じですね。まあだいぶ制作時間はかかったんですけど、後ろの写真はこんな感じ、シールの貼り方なんかがついてきます。裏はこんな感じですね。広げると剣先だけ1枚の絵になります。そしてこちら完成しました、一条彩香でございます。めちゃくちゃ可愛い。こちらね、ピース腕がね、珍しくついてくるんですけど、こちら武器屋からね、ピース腕がついてきたんですけど、ピース腕なんてなんぼあってもいいですからね。だいたい制作時間は10時間ちょっとですかね。さらに墨入れとかもやったんで、さらに時間かかりましたかね。こちらね、結構モードとかがしっかりしていてね、だいぶ墨入れとかがしやすかったですね。うん、まあ胸の部分とかは思ったよりね、墨入れが削れちゃったんですけど、そしてこちらの台座の穴ね、やると結構ね、このリボンが干渉しちゃって、うん、この背中がね、曲がっちゃうんですよ。で、この背中のパーツ、こういう風にね、取りやすくって、うん、この台座あんまりね、良くないんじゃないかなっていう感じですね。ここにね、このスタンドをつけるね、ことで、ちょっと足がね、あんまり伸ばしすぎるとね、台座より高いんですよね。ここちょっと問題かなって感じですね。あ、クリアパーツ刺したらいけたわ。あ、立つやんけ。あ、有能だな、この余剰パーツ。これ刺したら立つやんけ、普通に。なんだこれ。損した。まあ、稼働としてはね、他の女神デバイスと大した変わりはありません。まあ、強いてあげるとしたら、髪の動きがね、うん、しっかり動くとか。あと、スカートもね、結構ね、しっかり動くことができます。はい。足とかね、腕は他の女神デバイスと同様、結構高いね、稼働率を測ります。そして、こちらが武装状態ですね。なんと嬉しいことに、スタンドがもう一個付属します。嬉しいですね。変なルンバも付属します。なんやこれ。じゃあ武装状態のね、うん、稼働範囲はまあそこそこね、うん、動いてくれます。結構ね、うん、表情つけて遊べるんですけど、こちらがなんだろう、ここにね干渉しちゃっていまいちね回ってくれないといった感じですかね。腕と足はだいたいこのぐらい曲がります。まあ、スタイ状態よりはそこまで曲がってくれない感じですかね。
足首もまあ一通りは動いてくれます。こちらのボトムスギアなるものは地に動かしてまあ多少干渉します。中からミサイルが出てきます。はい、このプラモデルね、まあ武装状態ね、めっちゃトゲがねすごい鋭利な感じでついてるんでね、作るときめっちゃ刺さります。性格も武装もツンツンってことですね。はい、そしてこちらが追加パーツですね。まあ余剰パーツとかもすごい多い。基本並べてるんだけど、あまりにも今回パーツ数が多かったり、細かいパーツがめっちゃ多いから、なんか途中で並べんのあーって嫌になって、まあこんな感じです。まあちょっと何らかと取り外してないねパーツとかもあるんだけど、これ基本新規造形パーツをね余らせるってこと基本ことぶき屋さんしないんですよ。あのバンダイはめっちゃするんだけど、今回そういうパーツがね出てきたんでね、ついにやったかって感じですね、こちらデカールとプレゼントコードですね。こちら中を開けて入力するとゲーム内でなんか武器とかいろいろともらえる感じです。こちらエフェクトパーツとかがね結構いろいろとあるんだけど、これすごいのは基本どのね武装にも取り付けられるようにねこういうパーツがついてくることだね。例えばこれなんかはさ、このでっかいさダンスみたいな武器にさつけることができるんだよ、こういうちっちゃい銃にもねこうやってエフェクトパーツをつけられるようなねパーツがついてくるっていうのがねすごいよね。ほらこんな風に、あとここのね突起、この乳首みたいなねパーツがあるんだけど、ここにも一応エフェクトパーツをつけることができるんだけど、この乳首はちょっとなくなると大変だから私はしません、外さない。そしてこちら縦のパーツ、これはホイールシールを貼っただけなんだけど、ここがねちょっとね、ここがちょっと折れやすそうだから慎重に扱ってんだけど、このパーツは今つけてるちょっと固めのね手首があるんだけど、これにつけることを推奨されてます。こういう風にね結構安定性もしっかりしてるんでね、結構良さげですね。はい、そしてこちらのランスと、でかいシールドみたいなのはこのジョイントを使うことでこのように取り付けることができる。このジョイントは背中のねこの部分につけることでこのようにねでかすぎ武器をねつけることができますね。こちらのパーツがついてきて、これをつけることで多少ねそのふらつきを保つことができるんだけど、意外とねこのねなんだろうパーツがしっかりしてるから、なんか意外とそのそんなにねこれいるかなって感じもするんだけどね、あとすっかり忘れてたけど、このアームのエフェクトはこの足のここにつけることができる。まあかっこいいよね。ということで、女神デバイス一条彩香のレビューは以上となります。先生、結構ね、可愛らしい感じで、スタイは可愛いしね、武装はかっこいいしで、どんなポージングしてもね、結構様になるっていうかね、だいぶいいプラモデルだなって思いますね。今回ね、パンツのシワがなかったり、下からのアングルが結構最高なんですけど、このポーズはなんか忍者っぽいかなって思って適当につけたものです。結構表情パーツもね、いろんなドヤ顔がね2種類ついてきて、でもう一つ呆れ顔なんですけど、どのね表情にしてもねだいぶ可愛くできるのでね、結構デザインが完成されているといいますか、そのいい表情をつけたって感じですね。はい、普通に結構ねパーツもね、刺さったりはするんですけど、こういう風にね取るとここに、手首のねジョイントがね取ったりつけたりしやすくなったりしてるのでね、一回ねそういう細かいところもね、いい感じっていうか手が込んでるって言いますかね、結構かゆいところに手が届くって感じのプラモデルでしたね。中学3年生の子がねこんなちょっと際どい格好をするのはね
なんとも犯罪チックな、ね、感じがするんですけど、結構まあ低身長素材ということもあってね、見た目はまあ他の女神デバイスとかと比べないとわかんないんですけど、結構ね、まあだいぶちっちゃいなっていう感じのね印象ですね。そのデザインとかも相まって、まあ武装とかもねかっこよく、干渉も少なく、すごいね動かしやすいパーツが多かったり、余剰パーツもねなんだかんだ言って一通り使えるパーツが揃っているんで、まあ値段もね言うほどすごい高いってわけでもないんでね、かなりいいプラモデルと言いますかね、買って得したって感じですね。それに結構モードとかねしっかり入っているんで、炭入れもしやすかったです、だいぶね。ただ結構鋭利な部分が多いんで、下手にね触ると怪我しそうな感じで、そうですね、結構パンツのシワがないっていうことはボディースーツみたいな感じなのかな。これストッキングだと思ってたんですけど、それだったらね正直俺はパンツをグレーにしてほしかったっていうのがあれなんですよね。結構スカートとかもねしっかり造形されてるのにね、パンツのシワがなかったりね、なんだろう、このスカートの中のねパンツがグレーじゃないっていうのがちょっとね許せない。ストッキングのね上からパンツを履くっていうのはなかなか邪道ですからね、なんと言いますか、これをグレーにね塗りたいっていうのと、あとここのパーツがね、これ塗装済みパーツなんだけど肌色じゃなくてこれ黒になっちゃってるのがちょっと違和感があるなっていう感じですね。削ったらこれ肌色になりますかね、だいぶ衣装がね結構、髪の毛もね結構動いて表情をつけやすいのでね、髪の毛の上がり下がりでだいぶ表情が変わりますからね。まあ結構こことかこのパーツとかね干渉しちゃうんですけど、まあそれなりに折れないっていうか、意外とこの髪型とかね細い割に頑丈だったりしたんで、結構ね頑丈なところが多いかなっていう感じですね。ただ銃なんかが付属してるんですけど、こちらをねこういう風に持たせてしまうと結構ねこの軟質パーツなんで銃を持ってた手がだいぶゆるゆるになってしまう感じですね、ただ結構ねしっかりね武器とかはちゃんと持てるんで、ね、まあ安心していいと思います。はい、まあだいたいそんな感じですかね、まあ一通り言いたいことはまだあるっていうかまあいい感じなんだけどね、まあこんな感じで武装も豊富、余剰パーツもそこそこ使えるで、値段もそんなすごい高いわけでもなく、結構かっこいいパーツが多く、ジョイントパーツもしっかりしている。はい、ということで以上女神デバイス一条彩花でございました。まあ皆さん気になった方は買ってみるのはいかがでしょうか。それでは皆さんさよなら。バッハッハー。